海洋法あるいは国際海洋法とは、領海の幅、大陸法の主源利用、公海の利用に関するものなど海洋に関わる国際法規の総称を言う。その歴史は古く、植民地主義時代の閉鎖された海からグローティウスの海洋自由論へと発展した背景がある。1958年の一連の条約、いわゆるジュネーブ海洋法条約を経て、第3次、 国連海洋法会議の成果である1982年の海洋法に関する国際連合条約が現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は新海底の地位について先進国と途上国との対立から発行が遅れていたが1994年の国連海洋法条約第11部実施協定の成立によって発行し動き出した。 国連海洋法条約が海の憲法として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は近年議論が盛んである。領海については国連海洋法条約は沿岸国は12海里を超えない範囲で確定できるとする。領海は領土と同じ地位にあり沿岸国の主権が排他的に及ぶ。ただし 他国の戦績の無害通行権は保障されている。沿岸国の帰船については、1951年の漁業事件で直線帰船の方式が監修法となっているか争われたが、国連海洋法条約では直線帰船を基本として改めて詳細な規定が置かれている。大陸法の制度は、1945年の米国によるトルーマン宣言に由来する。 米国は大規模開発から沿岸漁業資源を守るという目的で当時の国際法を超える形でその沿岸に隣接する海洋に保護領域を設けそこでは沿岸国の主権が及ぶと一方的に宣言した同宣言は伝染性を有し他国も次々と同様の宣言はあるいは法令の設定を行いその結果大陸法制度は一般監修法となった 国連海洋法条約も大陸法の制度を認め、帰船からその領土の自然の延長をたどって、大陸沿辺部の外縁に至る海底及びその下は沿岸国の主権下にあると定めた。沿岸国は大陸法にある天然資源の開発について主権的権利を有する。しばしば国家間で大陸法の境界確定問題が起こり、そのうちのいくつかは、 国際司法裁判所で争われており、近年、この種の訴訟が増加している。排他的経済水域も、大陸法と同様に、沿岸国の基線から200回りまで認められている。57条では、排他的経済水域の海底上部水域、海底及びその下の天然資源の開発や、海洋環境の保護等のための沿岸国の管轄権が認められている。このように、 排他的経済水域の制度と大陸法の制度は重なる部分があるため今日では両者の単一協会確定がよく見られる国際司法裁判所小法廷判決ほかまた沿岸国は漁業資源の保存に関して漁獲可能性を決め最良の科学的証拠によって生物資源のための適当な保存措置を取らなければならない公開は今日の海洋法において 最も変動が激しい分野である。原則として、公開自由の原則に則り、すべての国は公開を自由に漁獲することができる。ただし、生物資源の保存のために必要な措置をとり、他国と協力する義務がある。この規定により、近年、沿岸国が排他的経済水域を越えて、自国に接する公開における一方的漁業制限、措置。 環境保護措置を取ることがしばしば見られる。例えば、カナダによる1970年の北極海水域汚染保護法や同国による1994年の沿岸漁業保護法である。後者について、1995年にスペイン船舶 S 大法がカナダ政府の船舶によって打破されるという事件が起こった。同事件は、 国際司法裁判所の漁業管轄権事件として争われたが裁判所はカナダの選択状降受託宣言の留保を根拠に管轄権がないと判示したその後カナダと EC で和解が結ばれたそして同年1995年に公開における海洋資源保護を強化した国連公開漁業,業実施協定が成立するに至った最近では2003年に フランスが自国の排他的経済水域を越えて地中海にまで環境保護のための自国の管轄権を拡大する法律を制定し議論になった。新海底は南極、宇宙とともに人類の共同遺産と規定されている。そのため新海底の自由な開発を主張する先進国と気候による管理を主張する途上国との対立が長引き、 国連海洋法条約は発行できずにいた。しかし、1994年の前期第11部実施協定は、先進国の技術移転を削減することで、元の部分を中和する形で成立するに至った。1999から2000年の南マグロ事件は、日本が実に100年ぶりに国際裁判に登場したことで話題となった。 国際海洋法裁判所の仮保全措置命令では、日本に暫定的な南マグロの漁獲の制限を命じたが、続く、仲裁裁判所での管轄権判決では、南マグロ保存条約では、当事国で選択された手段で紛争を解決すると、規定されており、国連海洋法条約の下の義務的管轄権は、ないと判示し、前期仮保全措置を取り消し、日本の勝訴となった。また、 国連海洋法条約の下、1996年に国際海洋法裁判所が設立され、活動している。すでにいくつかの打法事件などについて裁判が行われている。最近、日本の漁船がロシア当局に逮捕された事件である、豊か進丸号事件と、富丸号事件が争われた。前者では、日本の保釈金が大幅に減額されて、ロシアによる、 漁獲物を含む豊か進む丸法の速やかな釈放及び乗組員の無条件の解放が示された。校舎の事件はすでにロシア最高裁判所で決定済みであり、日本はこれを争うことはできないと判事された。2010年5月31日には国際司法裁判所においてオーストラリアは日本の南極海における海洋科学調査のための捕鯨が 国際捕鯨取締条約や他の海洋哺乳類及び海洋環境に関する国際法に違反するとして両国の選択状降受諾宣言を基礎に日本を訴えた。国際捕鯨取締条約8条1項は科学調査のための加盟国の国民への捕鯨の特別許可を認めている。原告オーストラリアの書面提出期限は2011年5月9日。 被告日本の書面提出期限は2012年3月9日であった。その後、2012年11月20日にニュージーランドにより訴訟参加申請がなされ、裁判所は2013年2月6日の命令でこの訴訟参加を認めた。裁判所は2014年3月31日の判決で2005年に始まった日本の調査捕鯨計画。 ジョルパ2が1八十七年からの全計画、ジョルパと比べて知事捕獲等数を大幅に増やしたことについて、日本が引き死方法を検討した証拠がないとした。さらにその利口の点において、計画の等数より大幅に少ない異なる主観の不均一な実際の知事捕獲等数に、鑑が見ると、ジョルパ2のイシクジラ間競争モデルの構築や南極の生態系調査といった、 諸目標には疑いがあるとした。そして、それゆえ、ジョルパツ2は国際捕鯨取締条約8条1項の科学的調査の目的のためにという文言の範疇に入らず、その結果、日本は現在の商業捕鯨を禁じている条約不足の諸項目に違反したとして、これまでジョルパツ2の下に出したすべての捕鯨特別許可を取り下げること、そして今後、 同計画に基づく、いかなる特別許可も出すのをやめることを判示した。ありがとうございます。